ホンダインサイトテスト動画でございます。現在106,135キロ、障害燃費リッター22キロという表示ですね。このようにですね、こちらはまずゴリラの HDD ナビついております。これ嬉しいですね。 VIX の方は配線つながっておりません。シガーソケットで簡単に、取り外しもできる。台座は残っちゃいますけどもね、台座の方がビス止めをしてありますので、剥がし跡は残っちゃうかと思います。こちらの ETC は使いません、別のものですということで、全てですね正常作動、そしてですね予備検取得済み、この前自分が受けて合格してまいりました。それとですねディーラーの方に確認しまして、2006年8月、 IMA バッテリーの方交換済みという確認もいただきました。ということでもうね、充電の方もですね、このようにもうほとんどフルでいい状態になっております。まあ、この一番上のメモリに行くのはめったにないですが、この車両は行きましたね。このもう一個上まで着きました。はい、まあ、なかなか着くところではありませんので、ということでですね走っているんですけども、現在スタッドレスということでですね、雨の日とか、まあ、ロケットスタートなんてしてしまうと少し後ろは滑るかななんて感じはあります。山のは十分あります。そして、ボルクのアルミがですねあります。ボルクレーシングのアルミの方は夏タイヤで、山の方十分あります。それが、まあ、ポイント高いところの一つですね。ということでですね、内装の方はですね運転席の方のシートは薄汚れの方はございます。で、助手席の方も、すごく綺麗というわけではないですが比較的綺麗な方だと思います。で、何よりも走りですね、しっかり安定しておりまして、切り替えボタンを押しますとこのようにですね、現在街乗りで今 27.7km 走っている状況ですね。今リッター30キロ前後であなた走ってますよという感じの標識も出るので、さらにやる気が増すといいますか、頑張りがいのあるこの面白い、距離計でございますね。で、外装の方とかもですね擦り傷、比較的少ない方だと思います。とにかくインサイトのですね中古数多く見ましても、下の方擦ってしまう方が多いんですね。結構車高が低めになっておりますので、フロントの方マットカードと言いましょうか、一番下のところはちょっとですね縁石とかが当たりやすいので、駐車場前向き駐車などを止めますとちょっと当たっちゃう場所も出てくるかと思います。もう普通にそういうものなんで、気にしないでいただければというところの部分ではあります。で、塗装の艶も十分ありまして、本当にこのまま乗っていける状態というのでこの1台でございますね。はい、クーラーの方もしっかり効きますし、高速道路では100キロ以上も安定した走りを見せます。もちろんですね100キロ以上走りますと燃費の方は少し落ちていきます。もう大体ですね長く距離走るのは4速でですね80キロから90キロ後半ぐらいまでの距離をですねうまく引っ張っていくと、一番燃費がよく走れたりすることも多いです。もちろんあの個人差で走り方はいろいろできると思います。このようにですね信号待ちにするとエンジンが自動的に停止するという、今一速を入れてみます。入れるとこのように動くという、この辺もですねエコの時代にはもうとても必要なものになっていくのかと思います。ということでですねもう本当に不具合ないです。快適なまずハンドルのすれとかですね、年層の経年劣化のらしい場所というのはもちろんありますが、ダブルエアバッグ、ABS、SRS、まあ、全て正常作動といいますか、チェックランプもつかずにですね正常作動しております。ということで、40リッタータンクで頑張れば1000キロ走行も夢ではないという、そして、神がかりな的な人ですと40リッターで2000キロ超えられる方もいるそうです。もちろんですねそれは改造がちょっと必要になってしまうんですが、そのように、多種多様な楽しみできるこの1台でございますので、ぜひご検討くださいませ。目白自動車小野でございました。